約マイナス36、約マイナス36、ロシア語、リバースマイナス36である。北、大西洋条約機構による、ナト o コードネームは、フリーハンド。1950年代後半、各国で垂直離着陸機の研究、開発が、盛んに行われるようになると、ソビエトでもそれら V トール機に対する研究、開発が始められた。運用思想上、 前線に仮設した野戦飛行場から航空機を発着させることを重視しているソビエト軍にとって同種の機体は最適であると考えられたためである。また、アメリカに対して機動部隊戦力で大きく立ち遅れており、本格的な固定翼機を運用可能な航空母艦を未だ保有できていないソビエト海軍にとっても海上航空戦力を得る上で、 大きな存在となると期待されていた。各航空機設計局の中でも、ヤコブレフ設計局は率先して、研究開発に着手し、試作迎撃戦闘機である約マイナス30を改造して、垂直離陸専用のジェットエンジンを延長した、機体内部に収納した実験機を製作し、約マイナス30ボルトの名称で開発を進めたが、ソビエト航空当局の興味を引くことができず、 ヤコブレフ設計局では、約マイナス30ボルトの開発を一時中断し、主ジェットエンジンのエンジンノズルを稼働させることによって、垂直離着陸を行う方式の機体の開発に着手した。この新型案は、約マイナス 30V と同じく約マイナス30を改め設計する方向で進められ、エンジンを並列に2機装備して双発機とし、L 字型の可変ノズルを装備する機体として、 デザインがまとめられた。新たに開発された、総発可変ノズル型垂直離着陸機の設計開発は最優先で進められ、当局によって採用され、約マイナス36として完成した。設計案の採用後直ちに試作機の製作が命じられ、約マイナス 30V とは異なり改造機ではなく、新規製造機として、 地上試験専用の1機を含め4機が製作された。飛行試作機は1963年1月9日にはホバリングに成功し、1964年7月27日には滑走による初飛行を行った。1966年には試作3号機がホバリングから水平飛行へ、また水平飛行からホバリングへの移行による完全垂直離着陸に成功し、 ソビエトは垂直離着陸機の開発に成功したという実績を得た。約マイナス36は初期試作機に次いで若干の増加試作が行われ、地上の基地や野戦飛行場のほか、1123コンドル型航空巡洋艦での離着陸、運用試験も行われた。1967年のモスクワ航空省で初めて一般に公開され、この際には主翼下に ロケットンポットを装備した実戦仕様で公開され、ソビエトが垂直離着陸機を実用化していることを世界にアピールした。しかし、垂直離着陸時には左右2機のエンジンを完全に同調させなければいけないため、ホバリング飛行時は非常に不安定で、機体前半部にジェットエンジンを並列に装備した機体構造は全下方視界が大きく制限されていたため、 離着陸時の危険が大きく、パイロットの評価は芳しいものではなかった。垂直離陸時には燃料消費量が膨大なために、航続距離が極端に短く、何よりも燃料を満載すると機体には、搭載余力がほとんど残されておらず、実用垂直離着陸機とは歌っていたものの、軍用機としての実用面には大きな混乱を抱えていた。このため、 正式採用はされたものの本格的な量産と配備は見送られることになり、ソビエト軍当局はヤコブレフ設計局に対し新たな垂直離着陸戦闘機の開発を命じ、本機と約マイナス30ボルトの開発実績をもとに、新たな垂直離着陸戦闘機の開発が進められることになった。この新たな開発計画は約マイナス 36M として完成している。 約マイナス36は常実のように戦後第一世代の単発ジェット戦闘機の設計を発展させたものであるため2機のエンジンを並列に収めた機体前半部が異様に太い他はミグマイナス15やミグマイナス17といったソビエトの戦後第一世代ジェット戦闘機に類似しているカスケードと呼称された L 字型のエンジンノズルは垂直離着陸時には90度下方に 向けられるようになっており、この他にエンジン排気の一部を両主翼単、ビブ、および機種より、ブーム式に伸ばされた4箇所の補助排気ノズルから噴出することによって、機体を安定させて垂直離着陸を行う。主翼は、翼服の短いクリップドデルタ翼で、胴体下面の前後2箇所に主脚を装備するほか、両翼端には、短脚式の補助輪を備える。 固定武装として2 3ト、mm、ル、もしくは3 0ト、mm、ル、機関砲を搭載するほか、主翼下には4箇所のハードポイントがあり、空対空ミサイル、爆弾、ロケット弾ポット等を搭載する予定であった。約マイナス36乗員、1名、なお、ロシア語では、V トールは、ロシア語、と表記、呼称される。ありがとうございます。